緊急事態発生ですか。発生ですね。いつものお願いします。ご苦労様です。 BNC チャンネルおかえり。ありがとうございます。ボサボサちゃん休日すなの。いや大丈夫ですよ。皆さんコメントしてあげてください。可愛いですよ可愛いですよって。知ってる。ごめん調子乗った。事件です。事件が起こりましたね。今回お客様から預からしてもらったアルファード20っていう方かな、うん、になるのかな。今回ちょっと仕事の内容が特殊というか、はい、異例というか、はい、奇妙というか。うん、何なんこれって話なんですけど、ね、何なんですか。ペローンってめくれちゃったんだよね、塗料が。うわ怖い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 怖っ。うん、補修したってわけじゃなくて新品パネルだね、うん、これ剥がれてますね、完全に塗装が密着してるって感じだね、もう完全に。これね、皆様お気づきの方ももう数名いらっしゃるかもわかんないですけど、はい、実は3年ぐらい前に、はい、3年ぐらい前だったかな、2019年とかそれぐらいだと思うんだけど、うん、結構話題になったんですよ。はい、ニュースとかにまではなってないと思うんやけど、まあさすがにあのメディア関係、うん、CM 入ってるんで、実はね、うん、このアルファードに限らず一部、うん、なんか何年式から何年式までの車、ちょっと印刷したんだけど、平成20年から27年に生産したアルファードの一部のアルファードに限り、うんうん、塗装が剥がれるっていう。そう、剥がれやすい。奇妙なことが起こるっていう。このカラーだけやねんね、ほんで070だね。パールクリスタルシャイン、なんか中塗り塗料の濃度が低くて、うん、塗膜が薄いため、なんか密着性が低下し、洗車機とかのやつでも剥がれやすくなってます、うん、風が吹いただけで飛んでったっていう人もおったからね。うわ、そんなに密着してないんだ。これちょっとテープなんですけど、うん、例えばこれをピッとつけます、うん、ほら、あーダメだ剥がれちゃった。もう剥がれるんですよ。新車を登録した日から10年以内らしい。10年以内、うん、ってことはこの車確実に10年以上経ってるよね、多分。そうね、アウト。本当は3年以内なんだけど、これに限っては10年に伸ばされてるみたい。そうなんだけど、超えちゃったね、10年ね、超えてるよね。ってことは今回自腹だよね。そうね。これさ、ボンネットだけっちゅうわけにいかんよ、多分ね。ここ微妙に、ほら、こことかも来てるのよ。本当だ。これも多分、うん、ほら、うんうん、ガラス外さなかもちゃん。そうやん。で、これお客さんも売ることが確定してて、さすがにこのままではっていうご依頼なんで。なるほど。これ予算的にもどうなん、10万20万コースだよね。30万いかないけどみたいな感じだね。噂には実は聞いてたんですよ、僕塗装の会社やってる仲間というかね、知り合いがいてるんで、それ一部がね、トヨタの下請けやってるとこがあるんですよ。もう一時こればっかりやってたって、うん、で今回ボンネットやからまだマシやけど、屋根、うん、屋根パターンが多いらしくて、もう屋根なんかでもほぼ全塗装、屋根とこのピラーって言って、このピラーの部分がめくれるっつって、でマスキングして、うん、ああやっと塗り終わったつもってマスキング剥がしたら、またそこも剥がれるみたいな。ああそうか、マスキングのテープで剥がれちゃう、つらい。でもニッチもサッチもいかないですよ。裏も表のみ。いやもう今回お客さん費用を抑えてくださいってことなんで、うん、もう表面だけ。でも全部剥くるよね。剥くるね。剥くってひっぺ剥がして、うん、プライマーみたいなのを入れて、うん、でからまあいつも通り塗装なんだろうけど、まあキリがないといえばキリがないんやろうけど、だからあのアルファード買う人、もしこれからこの方のアルファードでパールを買おうって悩んでる人は、うん、ちょっと気をつけた方がいいかも ね。 そうね。せっかく安くで買ったのに、買って何や1年も経ったのにこんなんなられたらさ、うん、多分この車社会いくらぐらいするのか知らんけど、せっかく安くで中古買ったのに、うん、なんか塗装で30万とか40万とか取られたらさね、意味ないみたいな。
感じにはなると思うんで、まあちょっと注意された方がいいのかなという注意喚起になるかなとも思います、うん、はい。まあ今からはくるだけはくってサフェーサー入れて、はい、まあ部長の塗装まで一気にワープしたいなと思います。はい、はい、では行ってみよう行ってみよう。 PIC チャンネル、全部はけました。はい、なんか最初この辺がめくれてて、ここだけ剥いだら、はい、塗装をね、はい、剥ぎ落とすって意味なんだけど、剥いたら、はい、いけるかなって思ってたけど、はい、なんかねやっぱりもう怪しいよねずっと、うん、でこれ極力お客さんが費用を抑えてやってくださいってことなんですけど、はい、まあ、仮に例えばここで費用を抑えるためにここだけサフェーサー、ここだけ塗装をサンディングって言って削り落として、はい、うん、ここだけサフェーサーいってクリアいきますよね、はい、パールホワイト塗って、はい、磨きますよね、はい、洗車しますよね、はい、拭きますよね、はい、ポロポロポロって取れるんですよ最後、うん、みたいな。なんでかってこの下がちゃんとついてないから、うん、じゃあこっち次剥がれたりしてみ、また塗り直しやんか、はい、っていう手間を考えると、はい、全部めくっといた方がよくねえかっていう判断に至りました。どうなんだ、はい、俺でもトヨタからの仕事、仮にこれがトヨタさんからの仕事やったら全塗装になるんちゃうっていうか、そうですね、だけでいけんのほんまにみたいな、うん、じゃあこれに作業してる間のイレギュラー出た時の金額ってあのいただきますよって話やもんね。いや、そうですよね、まあ、これが仮にお客さんでも同じこと言うの、言うもんね。はい、どんな感じでやり取りしてるんだろうね、うん、やり取りしてるところってこの金額でボンネットをきれいにしてくださいって言われたらその金額で抑えるのかな。いやー、それは無理ですって言うんじゃないかな。そうだね、あんまちょっと下請けやったことないんでわかんないですけど、うん、もう剥がしたら一緒にめくれる可能性あるからね、うん、っていう感じですね。はい、まあ、じゃあここまでやったんで、下地今からサフェーサ入れて、はい、でもう朝食終わってるんで、うん、昼から、あ、昼から今日先に午前中です今、はい、部長に塗装してもらおうかなと思います。はい、はい、まあ、今こんな感じです。はい、PIC チャンネル、はい、サフ入れ終わりまして、はい、研ぎ終わりました。はい、今から塗装です。はい、暑いもんね。まず白やね。OK やね、十分止まった。では両端のマスキングを取りましょう。うん？うん。もう俺これ一応、あ、ごめんなさいねっていうのがこれ下色なんですよね。ただ下色とはいえ色を合わせてるんで大丈夫です。だから次は本ちゃんの色を入れ替えるんだけどほぼ一緒だから大丈夫。でぼかしながらちょっと1回2回かけてあげれば十分やと思うわ、ボンネット。OK。PIC チャンネル。はい、OK ですね。これでは。センターも塗る準備ができてるんでぼかしていきます。はい、もう一回白をぼかしていくね。あ、ぼかし台か、さっき。はい、ぼかし台。
はい、白、ポンちゃんの白です。次はパールですね。はい、OK。 3回いいんじゃないですか。おい、事件ですよ、事件。すいません、誰か靴のサイズ何センチだったっけ。靴のサイズ何センチでしたっけ。23 24 22 21.5 22.5 22.5。 靴のサイズは 22.5 らしいです。誰かその貧乏人に靴を買い与えてください。はい、もうクリアも作ってますんで、クリア行きますか、チェックしますか。はい、はい、クリアですね。お疲れ様でした。よいしょ、まあ、これで難なくあのベローンって剥がれてたところはなくなったというか、もうバイバイで、ボンネット1枚全部めくり上げてサフ入れて、プライマー入れてサフ入れてからの塗装なんで、まあめくれることは絶対ないんだけど、今回ボンネットに関してはほんま自信あるんですけどね、いつも通りの仕事をさせてもらったんで、ただやっぱいかんせんね、他のところはめくれる可能性は大きい声では言えませんがありますね。磨くときも気をつけなきゃね。いや本当、いや磨くときもさ、洗車のときとかもな。ほんまや。うん。だからなんか申し訳ないというか、まあ次乗る人が多分いてるんやろうけど、その人は苦労するだろうねこれ。ねえ。このお客さんがまあ今回持ってきていただいた、まあいつもお世話になってる人なんだけど、の責任ではないもんね。誰も悪くないし、まあトヨタさんも悪くないんだろう。不手際といえば不手際になるんだろうけど、もう10年以上した経過した車、まあ密着が悪かったってことで、この車がまあ次のオーナーさん、
また次のオーナーさんで次々なんかめくれた箇所を補修してっていよいよ新車みたいに綺麗になるっていうパターンなんかな。これってお客さんが所有者になってたお客さんにハガキ行くんでしょ。いや知らんねん俺そのあんま詳しくない。行かへんのかな。車屋さんで一時抹消してる状態だったらどうなのかなって。っていうよりめくれてきて初めてディーラー持ってって対応してもらうって感じじゃないの。そうよね。でも期限何感染切れてるから。それもなんかディーラーによってまちまちやみたいなネットに書いてたわ。あ、有料のとこもあればなんかねじ込まれる場合もあるらしい。いや無理ですねこれはみたいな。いいね。だからディーラーはいろいろ行った方がいいですよみたいな書いてたけど、まあどっちにしてもその保証ないじゃないからもうこの車は実費でこうやって塗装していくしかない。塗装剥がれトヨタって歌は出てきますわ。いろんな車種、うん、アクアとかなんかいろんな車種あるみたいだよ。あ、このアルファードに限らずみたいで。パールのみ。それパールのみ確か。一時のこの時期のこの車はみたいな。あ、そうなんだ。いっぱい出てくるわ。大変やね。うん、だからトヨタのホワイトパール乗ってる人は一回ちょっとね調べてみてもいいんじゃないかな、うん、もし自分の車が当てはまってたらね、うん、わっってなるだけでどうしようもないっていう。ちょっと洗車気をつけるとかね。ジェットあんま使わない。そうやね、ほんまそれ、ね。まあ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 今回はボンネットに関してはね、ボンネットとここね、ここに関してはまあ綺麗くなったんだけど、まあ煮え切らないというかスカッとしない今回動画ですが、まあ依頼はきちっとさせていただきましたということで、はい、今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、当社は大阪府豊中市浜3-7-7というところで板金塗装を主にリース、販売、買取、中古車、福祉車両にも力を入れておりますので、はい、問い合わせメール、事故しました、事故されました、あ、お釜掘られましたって緊急的なやつはお電話で大丈夫なんですが、はい、あの例えばあんまり急がない事案っていうのはメールでいただいて、はい、車検証と傷の部分を見積もりという形で、ですいません、メールは1週間以内に返すのは早い方です、はい、2週間かかんない程度でじゅんぐり返していってますんで、はい、すいません、あの次の日にメールが送ったんだけどっていうお電話いただいても、すいません、すぐに返すことができないんです。ごめんなさい、めっちゃ来てるので。そう、なぜなら混雑してるからです。ご理解ください、はい、新規のお客様は常に受付しております。なので大丈夫なんで、はい、ね、新規の方も、うん、今までの方もじゅんぐりで見てるんでちゃんと一緒に、うん、ということです。はい、はい、ありがとうございました。すいません、では締めてください。いってらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。まあいろんなものが届いてるんですが、はい、今日はその一部というか、はい、お一方ご紹介というか、はい、お礼のおまけ動画です。はい、ありがとうございます。いつも BIC を支えてくださってる一人でもありますね。はい、はい、どなたですか。くちばさん。ありがとうございます。くちばさんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何が届いたかというと、これがやばい量が来ましたね。すごい、こんなにたくさんまた作っていただいて。いや、ダンボール俺持った時からなんか重たいな思ってて、またなんか口パさん。ちょっと1個見てもいい。そうや、ね、気になるのがあって、はい、これでまあこういうマークのステッカーだよっていう表記やと思うんですが、はい、もうこれ言うてみたら商品やで、もう完全に。ほんといつもすいません。あ、おおおおおお、ニューバージョン、ニューバージョン、あれ、くちばさん、すごい BIC チャンネルおかえり。今日は何ですか。うわー、今日は卵です。くちばさんセンスあるな。冗談聞いてきたな。これと見せかけてってことじゃ。結構見たことないのが、なんかチラッと見えたなと思って。かわいい。これいいですね。いいですね。いいですね。とりあえず1枚私もらおう。そうやね。かわいい。そうかそうか、なるほどね。いいですね。そういうことね。セリフ、いつものセリフやね。だから水曜どうでしょうみたいな感じか。あー、なるほど。言ってみたら。嬉しい。あ、新色も。いろんな種類入ってる。わ、これはちょっとどうする。どうしましょう。どうする。とりあえずこれちょっといつ分かってるか分からんけど、オートサービスショーにはちょっと持っていこうか。そうですね、うん、で来てくれた方々に配らせてもらいます。これは
すごい限られてるよ、こんだけしか。これ取り合いなりそうやな。取り合いやね。これ先着何人にする？どうしよう、とりあえずスタッフの分を確保しとこうか。何人の？4名。あ、ほんなんもう俺の分はもう視聴者にあげて。うん、これで先着5名の方、オートサービス賞に先着5名の方に、はい、あのこれが希望であればこのステッカーじゃあ配らせていただきますね。はい、はい、であとはもうランダムに持っていこうか。これ全部あともうステッカーね、あの、うん、そうだね。ちょっと1個開けようか。どれか1個開けて。大きさが微妙に大きかったり小さかったりって感じか。なんか新しいサイズ作ってみましたって。かー、ありがたいね。ほんとすんません。嬉しい。いつも本当にありがたいですよね。こんなすごい、でも一個一個放送してくださってるんですよね、うん、すごい。はい、こんな感じです。よし、もう俺らもあれやな、そろそろギアもう一段階上げて、はい、ちょっとほんまにユーチューバー寄せで視聴者さんを楽しまして、はい、板金塗装業界のことももちろんこれから広げていくんだけど、はい、まあもう一丁拡大して、まあ、10万人目指して、でこのステッカーを日本中に、はい、日本中の車に貼って水曜どうでしょう、打倒、はい、打倒水曜どうでしょうか。そうですね、うん、OK、はい、ありがとうございます。頑張りますんで。確かにいただきましたんで、はい、あとお手紙も入った？かわいい冷静に、ね、部長さんへ、いつも楽しい動画配信ありがとうございます。部長さんの素敵な笑顔で元気もらってます。悲しい顔は似合いません。いろいろありましたが糖分を取って元気つけてくださいって。ありがとうございます。元気ですよ、もうすごい元気になりました。そうですね、この動画ちょっとどこで使われてるかわかんないですけど、はい、今日が5月の末、はい、まあ、あれからもう保険会社さんとうまくいって、はい、もう、まあ、次の車どうするかっていう話はしてるんだけど、はい、まあ、もう元気は元気です。もう、はい、うん、元気でーす、はい、まあ、話はもう終わったもんは終わったもんでね、はい、しゃあないんで、はい、もう前向いて次の企画とか次のこと考えて動いてますってことで、ね、はい、動いてます。はい、6月忙しいしね。そう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 、切り替えないとね、はい、元気です。そうそう、で、ステッカー補充分同封しております。オートサービスショーでお使いください。新しいサイズのステッカーも入れてます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ではオートサービスショー皆様お会いしましょう。はい、どんどん来てください。来てください。はい、ではあ、そうそう、ニューバージョンのファイルも間もなく完成しますよ。あ、ファイルね、今作ってるね、はい、まあ、ファイルもまた視聴者さんプレゼントとかやっていこうか。うん、やっていきます。はい、了解です。ではバイバイ。ありがとね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。